よお前ら、俺様だ。今日も対応がボーボー待ってますね。はい、レシート紹介のコーナーです。今回はね、プロントのレシートですね。ウィスパールもしくは小松さん色の紙です。名鉄レジャックですね。名古屋駅の近くです。はい、7月14日日曜日、ヨン様はペ様と言い換えられるからね、7月14日は7月10ペ日とも言い換えられますね。朝10時45分です。この日はね、ちょっと名古屋に住んでいる知り合いの方と一緒にね、一日名古屋とか岩倉市の方観光に行ったんですけど、朝、名駅の近くでね、何か食べようと思って、最初は駅の中の地下街のところで食べようと思ったんですけど、もうなんか微妙な時間帯だったんで、モーニングが終わってたんで、そこはやめてこっちのプロントに行きました。で、朝ごパンっていうのをね、食べましたね。そう、ダジャレですね。朝ごはんとそのパンをかけてます。ダジャレです。ハーフね、まあちょっと軽めのやつですね。ハーフって言ってもね、ダンテ様とか PBR さんのことではないです。140円ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるから、140円は100ペ10円とも言い換えられますね。で、アメリカンコーヒーのね、ラージを注文しました。はい、その時のね、レシートです。合計480円ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるからね、480円はペ180円と言い換えられますね。まあ、1名って書いてあるんですけど、2名で行きました。でも個別生産ですね。はい、それではさようなら。ボーボーブーボーブーボーボーブーボーブーボー